ボクシングの IBF 世界バンタム級王者エマヌエル・ロドリゲス、プエルトリコ、第一次表明していた現役引退を撤回することになったようだ。米専門メディアが24日、日本時間25日までに報じたもので、ロドリゲスはいつと言ってくれたら、みんなの望むものを提供する。チャンピオン対チャンピオン、のね、などとた団体王者との王座統一戦に意欲も示している。画像、 このアングル斬新だ、井上直也、ロドリゲス撃破の瞬間に撮られた、無慈悲写真、に驚きの声2019年5月には井上直也、大橋、ともワールドボクシングスーパーシリーズ、WBSS、準決勝で対戦し、2回 TKO 負けを喫したロドリゲス。そこで IBF 王座を失い、今年8月に帰り咲きを果たしていたが、17日、同18日、 コメ専門メディアボクシングシーン .com がロドリゲスがフェイスブックに投稿したコメントを紹介する形で現役引退を報じていた。だがロドリゲスは一転して引退を撤回ボクシングシーン .com もエマヌエル・ロドリゲスは引退話を保留にマロニーとサンティアゴとの王座統一戦を求めるとの見出しで記事を掲載した。本文では グローブを置くと決めてから一週間も経たないうちに、プエルトリコのロドリゲスはバンタム級をさらに統一する決意を固めたようだ、と記した上で、現役 IBF 王者は、5年前の再戦となる WBO 王者ジェイソン・マロニーとの対決、そして WBC 王者アレハンドロ・サンティアゴとの初対決を要求している、と続けた。記事では、ジェイソン・マロニーとアレハンドロ・サンティアゴをノックアウトしたいという気持ちになった、 とロドリゲスは月曜日に述べたどうやら彼らは私のこの要求のことは知りたくないらしく簡単な相手を探すようだとロドリゲスがマロニーとサンティアゴに挑戦状を叩きつけた談話にも触れているマロニーもサンティアゴも僕が欲しいもの統一タイトル思っているとロドリゲスは主張しているようでいつ戦うと言ってくれたらみんなの望むものを提供する チャンピオン対チャンピオン、のね、と統一戦に前向きな姿勢だ。